はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。まもなく4時になろうとしていますね。10月は9日月曜日、スポーツの日だそうでございまして、まったりとしたいんですけどね。なんかまったり気分じゃない、寒いやんと千代田区17度って、まあ、寒いというほどなんですけど21度ですね、この部屋の中。行きましょうか。お昼寝もしました。あんまりね深く眠れなかったですね。やっぱりねビール券量ね3缶今日3缶なんですね。今日だって温度低いから飲む気にならないですね。で4缶飲むとガツッと寝られるんですよね。3缶は浅いんでしょうねそんなこと言うてどうするんだったらないですけど、行きましょう。連合ニュースでございまして、お隣さんのですね通信社ですね、が今日出した記事かな。韓国首相が仏、フランスですね、など欧州4カ国歴訪へ出発、万博誘致巡り支持要請ということで、ちょっと言いますと、韓国のハン・ドクス首相は8日、フランス、デンマーク、クロアチア、ギリシャ歴訪に出発した各国に対し、2030年国際博覧会万博の韓国プサン誘致に向け支持を呼びかける予定だと。30年万博にはプサンとサウジアラビア、リヤド、イタリア、ローマが立候補している。11月28日フランス・パリで開かれる万博覧会国際事務局 BIE 総会の投票で開催地が決まると。ハン氏は9日パリで開催される30年万博のプサン誘致に向けたシンポジウムに出席し、プサン支持を働きかける。また同日にフランスのボルヌ首相と会談する。10から11日はデンマークを公式訪問する。韓国首相の訪問は10年ぶりと。以下続きますけど、まあ、これくらいでやめます。ユンさんもですね、このあれですね、いや東南アジア、あれですね、ASEAN 行ったり G20 行ったりするときは必ずいろんな首脳と会ってですね、万博うちにしてうちにしてって言うて回ってますね。そんな万博したいんですか私は全く理解できないんですけど、日本は25年大阪開催で今なんかね開催が危ぶまれていますやらんでええやんと僕は思うんですけど、やっとこの前な何とか間の工事発注が決まったとかいうニュースありましたけど、やめたらええのに。そんな今の時代にね、なんかああいうところにこういろんなもの作ってね、人を集めてねなんかするってね、時代に追てへんやんと思うんですね。何がしたいのかようわからんですよ万博って。昔はねそれなりに意味があったと思うんですよ。最先端技術や何やかんやを見せるためにって、そんなん見せたいんやったらどっかですね場所借りてやったらええやんと思うわけですよ。それをねだからプサンで開催するわけでしょ。別にそのなんで開催したんやろ。それをやることによってね、なんかいいことがあるんでしょうかね。日本の場合1970年ですね、昭和45年ですけどもに大阪万博をですね開催して、あれが何と言いますか高度成長のですね、真っ最中でしたからですね、なんかものすごくですね、注目されてですね、当時私は小学校3年生だったと思うんですけど、1回だけ親父に連れてってもらいましたけど、なんかよう分かりませんでした。で周りのね友達たちはね、旧友たちはね、何回行った何回行ったって言うてるんですけど、対してそれがね羨ましいとは思いませんでしたね。ふーんっていうだけで、確か夏の暑い時やったんですよ。暑っと思ってパイナップルジュース飲んだような覚えがありますけど、もうそれだけですね。行きたいとも、まあ確かにね、何回行ったって、4回行った5回行ったと自慢してるの見て、ふーんという感じはしましたけど、胸苦しくなるほど羨ましいとは思いませんでしたね。ふーんと言って、暑かったなと思って大阪の親戚なんか何回行ったとか言ってましたね。やっぱちょっと羨ましく覚えたのかな、よう分かりませんけど、あんまり思い出がないんですよ。だから、私小さい時からあんまりそういうところ行くのが
好きではなかったんでしょうね。東京にやってきてですね、東京ディズニーランドもですね、生涯で2回だけ行きましたけど、もう二度と行きたくないと思いますね。あんな何が面白いなという感じですね。だから今回もう大阪万博、多分ね、その1970年のね、大阪万博の大成功 を覚えてるじじいたち、つまり私よりもうちょっと年齢が上ぐらいの、今65、6歳の方、65前後の方が多分もう一回やるんやーっつって招致運動をしてですね、あれ決まった2018年ですか。でその頃その65歳ぐらいの方ってまだ現役のですね、60歳ぐらいのバリバリの、なんて言いますかね、管理職、いわゆるトップ、各組織のトップぐらいにいる人々でしょ。まあ今でもいるかも分かりませんけども、その人たちが指導したんちゃうんかなという気がするんですね。でそれより若い人って万博って何っていう感じでしょ。今の若い人って万博何っていう感じでしょ、うん、なんで、みんな万博のね、この前テレビ出た時にね、その万博の話してたんですけど、若い人ってね、イメージがないですよ。筑波なんとか博とかね、沖縄海洋博の、なんかそういうのは覚えてるんだけど、あんまり行ったという人も少なかったし、で皆さん行きますかって僕が聞いたら、行きませんって。今更ね、足を運ぶっていうのはですね、何か目的があって運ぶわけであってですね、ただ漫然とね、何かいっぱい、おもろいもんいっぱいあんでっていうから行くというほど現代人暇ちゃうと思うんですね。面白いものはネットの中に十分あるわけですよ。はっきり言うて。で、フィジカルにそれに触れるという必要性は何もないわけですね。なんでですね、もう時代遅れ感鼻だしいんですよね、万国博覧会って。それをですね、お隣さんはなんとかプサンでですね、30年ですか、を開催しようとしてるわけであって、やめた方がいいんちゃうと僕は思いますけどね。まあただ来月投票ですか。もうなんて言いますかね、日本は2025年でしょう。あれなんとなく大阪万博っていうとイコール維新という匂いがプンプンするんですね。多分これ2018年でしょ、2018年ってコロナの前でしょ。まああんまり維新の勢いは強くなかったですけどね、まだ安倍政権の時でしょ、安倍政権菅官房長官の時でしょ。でも維新が主導ですね。維新松井さんが市長で、磯陣吉村が知事の時代ですよね、多分。ものすごい時代遅れ感あってですね。ほんで、あのね、そこにね、大阪の場合ね、あの万博会場、その後 IR にしようとしてるんですよ。で、その IR を利権にしてですね、維新がまたですね、潤おうとしてるわけです。なんかね、そういうのがですね、こう見えてるとね、しらけますよね。でなんかこう私から見るといつも見えるんですけど、維新全体がインチキ臭いですよね。君ら一体何のために政党を作ってですね、党派を作って議員をいっぱい送り出してるのと、何がしたいのと、いつも思ってるんですけど、この前誰かが第二自民党やとか言ったでしょ。別に自民党2つもいらんねんの、お前ら自民党入ったらええやんと思うわけですけど、多分自民党に入れてもらえなかった連中が維新に入ってるわけでしょ。まあその大阪人の自民党嫌いというのもあるでしょうけども、それは結局万博という あれが破れましたからね、あの少数茶葉茶大阪都構想、まあ、大阪都構想が破れたんはあれはもうちょっと後ですよね、19年ぐらいとかの。で最近維新ね盛り返してまた大阪都構想やるでとか言うでって、やめとけてもお前らほんまに2回も否決されてんの、3回も4回もやるもんちゃうほんまにと私は思いますけどね。はい、まあということでございましてですね、韓国あんたらな、そんなやめた方がええでほんまに、あの来月投票があってね、落選したらねお祝いしてあげるわ私はほんまに、ここで おめでとうって落選できてよかったやんって、あんなもんやるもんちゃうでみたいな。はい、多分25年の大阪万博大失敗するんちゃうかと私は思うんですけど、まあ、それを見てほっと無情な、なぜ下ろすんちゃいますかね、よかったやらんでみたいな。
はい、ということでこのですね、連合ニュースのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。